1. 1九州本土川。2. 長島川黒の瀬戸大橋は、鹿児島県阿久根市と出水郡長島町の間にある黒の瀬戸に架かる自動車、バイク用道路と歩行者専用通路を設けた橋である。1974年4月9日、日本道路公団による一般有料道路として供用されたが、1990年9月21日に無料開放された。詳細は、 黒の瀬戸を参照黒の瀬戸、あるいは黒の瀬戸海峡は、阿久根市は木本と長島の間にある海峡である。海峡の全長は2キロメートル程度、幅の広いところは1キロメートル程度あるが、最も狭いところは、橋がかかっている火事織花と呼ばれる付近で3 5 0メートルほどとなる。潮流は最も早い時で8ノットから10ノット程度である。引き潮の時に、 八代海から黒の瀬戸海峡を通過して、東、シナ海に海水が流れ、逆に道潮になると、東、シナ海から八代海へと海水が流れる。昔から急流として渡るのに苦労する海峡であり、万葉集にも読まれる海上交通の難所で、長島の産業と経済の発展を妨げていた。黒の瀬戸を横断する都線は、昭和初期になるまで、 個人経営であり、不定期に民間の船を借り上げて渡る形態であったという、1896年の記録によれば、私賃は当時4000二輪であった。1929年に木造の5トンの動力船、長島丸を県が建造して就航したが、県道に有料都船は不当であるという運動が起き、1931年5月から、 地元の受け置い事業として県から補助金を受けて運行するようになった。1935年には第二長島丸が建造されて1945年頃まで運行された。しかし戦争の激化と船の老朽化により1946年末まで運行休止となり漁船で人や荷物を代行輸送していた。1946年12月13日に 国事328号により県営移管されて、都線が再度運行されるようになった。県営都線の発着地は、長島最南端にある瀬戸港で、対岸にある黒の浜港との間を結んでいた。1958年8月に、初めてのフェリーである黒の瀬戸丸が就航した。1962年には、厚生74.59トンの第次国の瀬戸丸が投入され、 1968年には、厚生78.07トンの第三クロの瀬戸丸が投入された。1969年には、木造79.42トンの第一クロの瀬戸丸が投入され、翌年旧来のクロの瀬戸丸が売却された。このように次第に、大型の船を投入し、運航回数も増やしてきて、昭和30年代末には1日21運航に達していた。 しかし自動車が急増して大衆化するとともに、都線の車両積み残しが状態化し、通行車両の多い時は2時間から3時間待たされる状態となっていた。このため、1963年10月24日に、阿久根市、東町、長島町の3社で黒の瀬戸、加橋促進規制同盟を結成して、加橋運動が開始された。陳情を繰り返した結果、 1966年に成り予備検討路線に指定され、日本道路公団から複数回の調査団が現地を訪れた。当時の内閣総理大臣の佐藤栄作への陳情なども行った結果、1969年1月14日に年内の着工内展が報じられた。ただし実際には、翌1970年4月1日に、 アクネ市は木本に工事事務所が開設されるところから建設が開始されることになった。事業主体は日本道路高団黒の瀬戸大橋工事事務所となった。架橋を検討することになった黒の瀬戸の最も狭い部分は幅は350メートルほどである。一方海底部は九州本土側が約20度、長島側が約30度の傾斜になっていて最も深い部分で、 約60メートルの水深となっている。地質は、安山岩、火山隠れ岩、火山歴業海岩の3種類からなっていて、この順序で強度が高くなっていたが、安山岩は構造物の支柱層に用いることができるほどの量がなく、長島側の橋台を安山岩層に設けることができたほかは、橋脚については主に火山隠れ岩を、本土側の橋台を火山歴業海岩を、 支持層として建設する必要があった。建設ルートは3種類が検討された。A ルートは当初事業認可時に提案されていたもので、橋脚を水深2から3メートル程度の場所に置いて、過去遺跡で海底を露出させて、橋脚の基礎工事を地上で行うことを主眼としたものであった。B ルートは海峡の最端部に仮設するもので、橋脚を水際ギリギリに設けることで、 海中作業を一切不要とし、下部構の工事を容易にするものであった。C ルートは、橋脚位置を、水深と海流の流速を考慮した上で、技術的に思考可能なところまで海中にすることで、上部構のバランスを図り工事の軽減を図るものであった。また、橋梁形式としては、前述したように海底や、潮流の悪条件があるために、橋脚を、 海峡中央部に設けることはまず不可能に近いため、300メートル以上の長い景観を設定することになり、必然的に3景観連続トラス、プレスドアーチ、3景観パイラーメンディビダークバシ、釣り橋の4種類を検討することになった。そして3種類のルートそれぞれに対して、橋脚の位置との関係から選べる、橋梁形式が限定され、 結果的に以下の8種類の組み合わせが検討された。これらの中から、公費や思考の難易度の検討を行い、最終的に C ルートで下地式3景観連続トラスをかけ、橋長を502メートル、景観割を101300、101メートルとする案が採用されることになった。これは8案の中で最も建設費が安くなる案であったが、その代わりに、橋脚の思考は、 全国的にも類を見ない、難工事を予想していた。建設予算は、上部校10億円、下部校6億円、舗装その他2億3000万円を合わせて、総額18億3000万円を見込んでいた。橋の規格は一等橋マイナス20トルコリラ、設計最高速度時速50キロメートル、福音は、車道部6.5メートル、淵積0.25メートルに、 壁高欄0.15メートルに、歩道部0.75メートルに、自腹0.25メートルにの合計9.3メートル、あり、手構えの間隔は10.0メートルとなっている。縦断勾配は、両側150メートル区間が1.5%の、上り勾配、中間の200メートルが放物線を描いている。橋の下は100メートル幅にわたり、 桁下26.9メートルの航路を確保している。なお、橋の形式や主観割は、結果的に天草五橋の第一五橋、天文橋と同じになっているが、本橋梁の方が新司法書に準拠して建設されていることや、天文橋より7年新しいことからコンピューターを用いた詳細検討が行われていることなどの差がある。 黒の瀬戸大橋パンズ1971年12月23日に橋の工事計画が発表され、1972年5月20日に現場のグラブ線の上において非公式が挙行された。なお実際の株高の工事は1月30日から開始されていた。橋の建設現場は作業条件が厳しく、九州本土側は 約1400平方メートルの畑を作業ヤードとして利用することができたが、長島側にはそのスペースが得られなかった。また両岸とも取り付け道路が全く存在しなかった。このため、長島側では海面を埋め立てて、約2500平方メートルの作業スペースを確保し、さらに両岸とも桟橋を設けて、主に海上輸送で機材や材料を搬入した。橋の側景観と、 中央警官の景馬町がアンバランスであるため、橋台にはアップリフトと水平力が働く。アップリフトは、橋台一基あたり約1000トンに達すると計算され、これに対抗するために、橋台コンクリート中にアンカーフレーム及び、アンカーバーを設置している。本土側は風化した、火山で企業海岸の上に橋台を構築しており、基礎に深い静へ基礎設置しており、 一方、長島側は良質の安山岩を基礎にできたので直接基礎になっている。橋脚については、まず設置する位置の海底の岩石を衝撃式栽岩船を用いて破砕し、破砕された岩をグラブ式浚渫船で春節して、土運搬船で海峡中央部に運んで登記する工事を行った。これにより、橋脚型枠を設置する海底部を 海面から14.5メートルまで掘り下げることを目標としていたが、実際には本土側の橋脚は14.8メートル、長島側の橋脚は14.4メートルまで掘り下げた。その後突部をダイバーがビッグハンマーで掘削し、オーブを袋詰め水中コンクリートで詰めてきれいに鳴らし上げた。橋脚のコンクリートを打折するための型枠は鋼鉄で製作され、 長さ22メートル、幅10メートル、高さ18.5メートルの中空の中上の構造で、型枠の重量は1機330トンあり、海底にこれを据え付けると海上に約4メートル突出した状態となる。この構成型枠は三井造船玉の造船所で製作され、2機まとめて橋系に乗せて現地へ運搬された。この構成型枠を現場海底に設置すると、 潮流の流速が3メートル毎秒で箱が1.5メートルの時に水平290トンの力を受けると計算され、これに対して自立安定するためには水中重量が800トン、空中の重量では1250トンが必要であるとされた。さらに箱が3メートルになると必要な空中重量は2700トンにもなる。 しかし前述したように片枠自体の重量は330トンであるためあらかじめ陸上で中詰めコンクリートを脱節して重くしておくことにした。一方で現場の地理的条件の制約により使えるのは能力が1200トン以下のクレーン船に限定されていたためコンクリートは約250立方メートルを脱節して片枠の空中重量を1000トンにし不足する。 水中重量140トン分はあらかじめ現場に設置した構成ガイド枠で補うことにした。このガイド枠は約100トンあり、その4個あるフレームに2本ずつ深さ6.5メートルのボーリングを海底に行い、ストランドを挿入してモルタルグランドを行って岩盤にガイド枠を固定する。この上にクレーン線で型枠を設置して、ガイド枠と型枠を PC 工房で近結して、 一体の構造物として外力に抵抗するようにした。構成型枠の設置は、本土側の第一橋脚が1972年10月16日から17日にかけて実施し、長島側の第二橋脚は翌10月18日に実施された。第一橋脚については、潮流の動きの把握が的確でなかったことなどにより、1回目の据え付けに失敗し、 二回目で設置に成功した。構成型枠の内部を株7.5メートルの高さまで、プレパックドコンクリートで固めた。プレパックドコンクリートは、あらかじめ骨材を先に型枠に充填しておき、その間に埋設してあるパイプを通じて、セメントやモルタルを流し込んで作るコンクリートで、海中構造物の建設に適するものである。その後、型枠内の海水をポンプアップして、待機中で、 通常の橋脚コンクリートを打設した。橋脚の完成後、構成型枠を海面から4.0メートル下のところで切断し、鋼枠に防食加工と防減剤の設置を行った。下部工の工事は1973年3月までに完了し、上部工の工事に移った。上部工については川崎重工業が受注した。 1973年3月10日より橋の釣り込みを開始する計画であったが、アクネ川の取付道路の工事の遅れにより、実際には1ヶ月ほど遅れて4月3日から開始された。川景観の組み立ては、仮設の支柱によって、中間を指示しながらクレーンで組み立てていく方式でいった。一方中央景観は、両岸から中央へ向かって、 トラベラークレーンで張り出していく形で仮設を行い、中央で閉画する作業で進めた。中央の150メートルほどの区間は、閉画しない状態では台風に対して構造的に最も危険な状態となる計算であり、皇帝の進捗によっては、台風期の8月9月に差し掛かってしまう恐れがある。ことから、悪天候により工程が進まなかった場合にはこの期間を休業にする。 ことにした。実際には過去の例から見て最高と考えられる進捗実績を上回るペースで工事が進み、6月末の時点で計画では第11角間まで進捗のところすでに第15角間まで組み立てが進んでいた。またしばらく台風発生の恐れがないという予報であったこともあり、7月にも組み立て継続に踏み切った。 最終的に7月23日に平ス作業が無事完了した。結果的に天草1号橋で5.5ヶ月、堺水道大橋で5ヶ月かかった仮設作業は黒の瀬戸大橋では4ヶ月未満で完了するという非常に炭鉱期の工事となった。路面の工事に関しては中央景観については軽量コンクリートを採用して 兄弟における揚力を低減するようにした。上武工の工事は1974年3月19日に完了した。結果的に総工費は、下工に6億510万円、上武工に10億3110万円、その他を合わせると18億5000万円であった。所要資材は、上武工に、鉱材3000トン、下部に工に、鉱材570トン、 コンクリート5500立方メートル、プレパックドコンクリート2600立方メートルであった。1974年4月9日に開通式が行われ、関係者600人での渡り染めが行われた。一方、佳橋と引き換えに、県営都線は廃止となった。最終便出発の際には、約400人が集まり、船員のローをねぎらった。都線が廃止される直前は、 一日二十24往復の運行となっていた。橋が開通した時点では、橋を通る道路は、鹿児島県道阿久根牛深線であったが、間もなく、国道389号に昇格した。当初の計画では、つ日の自動車通行量を1300台ほどと見込んでおり、建設費の償還予定期間を30年としていた。実績としては、開通当時年間62万9000台の、 通行であったが、1980年には100万台を突破、1989年には164万4000台と、当初の3倍を超えるようになった。これにより、当初の見込みの倍以上の速さで建設費の償還が進み、佳境17年目となる1990年9月21日に無料化された。橋の片道通行料金は、末期で小型普通車400円。 大型普通車600円、大型特殊車1600円とされていた。佳境により、長島住民の生活は安定し、救急医療などを安心して受けられることになった。安定して出荷が可能となったことで、全国有数の養殖ぶりの産地として発展し、またレジャー施設の整備が進められて、多くの観光客が来島するようにもなった。長島と九州本土との交流は、 橋の開通により、都仙時代とは比べ物にならないほど発展し、長島の経済や文化の発展に橋が大きく貢献した。ありがとうございます。